こんにちは、ゆかです。最近の近況というか起こっていることについてちょっとお話ししようかなと思っていて、ここに座ったらちょっとピノが来てくれたからピノも一緒にいます。今週から結構サンフランシスコベイエリアでの状況が変わって、月曜日からシェルターインプレイスオーダーっていう命令が出て、基本的に医療機関に行くことと食料を調達しに行く以外は家から出ないでくださいっていうお達しが出ました。それによって生活がガラリと変わった人がすごく多くて、私はいつもほとんど在宅だったんですけど、夫のたけしも在宅勤務になって、あとはレストランとか生鮮食品とかグローサリー的なものが売ってるところ以外の小売店は全部クローズして、レストランもクローズして、デリバリーとテイクアウトはやってるところもあるんですけど、基本的になんか外食しに行くみたいなのとかコーヒー買いに行くっていうのができなくなって、毎日その生鮮食品を買いに行くわけでもないので、結局2日に1回とか3日に1回とかだけしか本当に外にちゃんと出なくなって、もちろんピノの散歩とか行くんですけど、そんな感じで非日常的な生活を送っています。でそういう私の個人的なサンフランシスコベイエリアでの生活の状況もあったり、世界中でコロナの影響を受けてる人とかいろんな方がいて、すごく精神的に不安定になりがちな時期かなと思っています。私も今月の初めとか先月の後半とかは3月の予定とか3月以降の予定が全部キャンセルになって、本当に楽しみにしたこととかがいっぱいあったので、結構ショックを受けてしまっていた数週間があったんですけど、今はなんかそのショックはもう終わって、それよりも不安な気持ちになりがちなので、あんまりなんかコンテンツとかも作る気にならない時が多かったりとかして、アイディアはいっぱいあるのにあんまり撮影に踏み切れなかったりしている日々が続いていました。今日はこの動画で今の自分の素直な気持ちだったりとか、どういう状況なのかっていうのを皆さんにちょっとお伝えしようかなと思って、この動画以降はちょっといつも通りのコンテンツに戻りたいなと思うんですけど、なんか本当に正直なところ、昨日も iPad Pro が発売されたりとかして、テック YouTuber としては本当は誰よりも早く速報動画みたいなの出さなきゃいけないんですけど、なんかすごい iPad が出たよっていうことと、なんか今の自分の生活っていうか、みんながさらされてる状況があまりにも乖離しすぎていて、ちょっと無邪気に動画を出せる気持ちになれなくてできてない感じです。もしかしたら日本ではなんかあんまり思ったより騒がれていないというか、なんかすごい平穏な日々を送っているのかもしれないですけど、まあ、いつ何が起きるかわからないし、明日の状況も読めない感じなので、まずは自分自身がコントロールできるところからコントロールして明るくいられるようにしていくのがまずはちょっと第一歩かなと思ってます。で本当にありがたいことに、私もたけしも在宅で仕事ができることとか、そもそも一緒にこの家にいられることだったりとか、ビザの心配をしなくていいこととか、お金とか保険のこととかも、まあ、今のところ心配する感じではないので、本当にそれはありがたく思っていて、今アメリカでも他の国でも生活の基盤が崩れてしまった人とかもすごくたくさんいるので、影響を受けた方が一日でも早く元通りの日常に戻れるようになったらいいなって思うことと、自分が置かれたすごく幸いな環境に感謝して、まずは半径5メートルから明るく生きていきたいなと思っています。今自分がいる環境とか持ってるものにすごく感謝するようになったし、他人の助け合いを目撃したり優しさを目撃したりすることで、すごくすごく温かい気持ちになったりとか、もちろんトイレットペーパー買い占めたりマスク買い占めたりする人もいるけれども、恐怖に負けずに優しさで立ち向かっていく人たちにすごく勇気をもらってます。こんなに時間がある時があんまりないから、これを機にすごいことをやり遂げようとか、新しいスキルを取得しようみたいな風に思うのもすごくすごくいいと思うんですけど、なんか必ずしも
ずっと生産的にならなきゃとか自分に課してしまってそれがストレスになるっていう人もいると思うし、私も結構そういうところがあるので、ただただ休むだけでもいいし、なんか大丈夫じゃないことも大丈夫だよっていうのがなんかこの動画では伝えたくて、いろんな不安がそれぞれ皆さんあると思うんですけど、一緒に乗り越えていきましょう。あんまり今回はなんかアジェンダもなくダラダラ喋っちゃったんですけど、近況と今の気持ちとどういうことを考えているのかっていうのをお伝えしたくて、やっぱりツイッターとかインスタグラムだと5分ぐらい集中したら全然関係ないことを話せたりするんですけど、 YouTube だとやっぱこうカメラに向かって喋るってすごく個人的な媒体なので、なんかちょっと皆さんに本当にただただ伝えたかったっていうだけの動画になりますということで、これを一旦伝えたらいつも通りのコンテンツに戻っていきたいなと思うので、これからもぜひぜひご視聴応援よろしくお願いします。皆さんも健康に気をつけて手洗いして、なるべく家から出ないのが得策だと思うので、そんな感じで頑張っていきましょう。じゃあね。